大操大操は、李氏朝鮮の第三代国王、初代国王李政慶の逸尾、本名を李薫縁という、即位前は安し安君、ん、安し安公。幼少時から聡明かつ、冷静沈着な人物として知られ、父が在位中は、その補佐に当たった。1383年、高ー朝の家去に合格して、任官。 イカ島海軍の頃には平家系で残留していた家族たちの身辺を保護した。1392年4月、李成慶の散脱に反対した、相門下時中の帝務衆は、李成慶が狩猟中に負傷した木に乗じて、彼ら一派の除去を図ったが、これを探知したカオル園によって暗殺された。この時の功績で、同年7月に朝鮮王朝が成立しながら、安氏安君になり、 他の兄弟に比べて有力な後継者に浮上した。しかし、不王の次非信徳王公と後進帝道殿の牽制をもらいながら王政氏に作法されず、これに不満を抱いた挙句、1398年に貴下の紙幣を動員して帝道殿などを残殺して政権を握った後、不王を大尉に追いやった。大祖の引退によって事実上の長兄である帝奏を、 擁立するが、紙幣の廃止や論功交渉をめぐって対立していた4番目の兄、懐安くんが起こした政変を鎮圧するに続いて、提訴を圧迫して、大予定に封税られた。つい2400年11月、提訴から上位を受けて、第3大国王となった。即位後は、国政整備と王権強化を図り、地名を山や川などの自然の漢字が入るように変更した。 まず、紙幣を廃止して、軍備を強化。さらに、犠牲府を最高機関、六層を中心とする機構をその下に置いた。1401年には、猿利きみという制度を作った。この制度は、宮殿の前に大きな鼓をつけて、悔しいことにあった民がいればその対抗を打っておうに、知らせ王の助けを混成するものである。大層がこの制度を作ったことは、 民の都合を自分が直接かかって国を運営するための目的のためだった。1405年、定層が開け刑に関とさせた首都を再び関与へ移転することにより、現代までソウルが韓国の首都として定着する土台を築いた。李氏朝鮮最初の放火として諸化発行を行い、一時使用禁止にした布かも、不白税徴収を条件に容認した。 高来から継続する絵の専売性において、従来の布に限定されていた塩との交換可能品に米や雑穀を追加する菓子をのりを実施した。1406年には、寺院の勢力を減退させるために特権を大幅に削減させた。そして、行政法典である、経済6点に、続6点を追保し、中央集権化を推し進めた。また、 1403年には持書を設立して、金属活字による書籍を印刷することにも成功した。大操は、王権の強化と、中央集権の確立のために、幾多の更新と外籍を取り除いた。1402年、環境道で、超重木を中心とした東北面の乱が起こり、一時は、朝廷から派遣した軍が敗れるなど苦戦したが、なんとか鎮圧した。1404年、 大僧は長女である、定順公主の義父である、李尉とその息子李田たずまいを逮捕して、3年前に、もう決心された罪目で、また流刑にした。1407年には、元慶王公の弟である貧武とが、貧武室兄弟らを、玉物しさせた。1415年には最後に生き残った弟である、貧武恵と貧武会も玉物しさせ、同年李宿茂シゲルも追い出した。このことで、 元慶王皇との関係が悪化し、しばしば争うようになった。対外的には、民の永楽三角から、朝鮮国王として、作法を受け、対民関係を良好にした。1418年6月、体操は、王政史に作法となった長男である、譲るねえ太君が勉強せず、身持ちが悪い上についたち仲家でして、遊んでばかりいるという理由で、三男である。 ただしネイタイ君を王政氏に作法した。そして2ヶ月後に、清掃に王位を譲って、女王となったが、王権の安定のために、平権はなおも握り続けた。同年12月、清掃の義父、陳王の末帝、チェ、が大操がまだ平権を掌握している行為に不満を抱いて、命令が2つの場所から出ていると、平層繁所、牧州に行ったが、 牧衆がこの言葉を大層に知らせると、陳は、逮捕、拷問され、陳厚氏が裏方に指もくされた。大層は当時、民に指針としておもむき、帰国途中であった陳恩を逮捕して、玉物しさせた。この事件は、国王の義父として権力が強まることを、心配して大層と、牧衆が事件を捜査したという事実が後で明らかになった。年。 朝鮮軍が津島国に攻め込んだのは、この大層の命令によるものである。1422年5月、久安宮にて病で皇居した。去年55歳。大層は皇居する際、当時大干ばつが発生して織民たちの苦痛がひどくなることを心配して、世が死んで鬼になれば、神々に私の民たちを助けてくれと頼もうという遺言を残した。そして、 体操が皇居すると直ちに空から雨が降った。その後、体操の命日である5月10日が来るたびに雨が降り出すので、人々はこの雨を体操と呼んだ。この清掃とともに、李氏朝鮮の前世紀を築き上げた国王として高く評価されている。ご両は、権領である。ありがとうございます。